はい、どうもこんにちは、染島です。今回はですね、プロットが必要なのか不要なのかということで、まあ、それぞれのね、プロットがあった場合となかった場合のメリットとデメリットについて今日はまとめていこうと思います。前回の投稿ではですね、プロットとかシナリオ作り、これはね、旅に似ているよというお話をしました。まあ、旅に例えやすいということですね。で、こちらの前回の文に関しては概要欄に URL を貼っておきますんで、そちらの方から先に見てもらえればより分かりやすいかなというふうに思います。ただね、そちらの方を見る時間とかないですよという方に向けてですね、簡単に前回話した内容っていうのもおさらいしていこうかなというふうに思います。プロットシナリオ作り、旅に似てますという話ですけれども、まあ、どういったところが旅に例えられるかと言いますと、まあ、例えば旅行の事前計画とかですね。で、ここが小説の創作におけるプロットの作成にあたりまして、で、これをね、しっかりやっておけば旅行の本番をスムーズに進めることができるというお話でした。で、こうやってね、進めていく人っていうのが、まあ、旅行なんかだったら多数派なのかなと思うんですが、ただ中には細かい計画を立てないでね、旅をする人っていうのもいるわけで、で、こういう人がですね、プロットを書かずに執筆するタイプというふうに、まあ、小説の創作で当てはめられるというお話でした。で、一応初心者の人はですね、やっぱりプロットの作成から入っていくのがおすすめかなと思うんですけれども、ただぶっつけ本番型のタイプにもメリットがありまして、まあ、両方ね、試して自分に合うやり方で継続してみるのがいいんじゃないかというのが前回のお話でした。で、今回はですね、その前回の内容からさらに一歩踏み込んだところで、プロットあった場合となかった場合、それぞれのメリットとデメリットっていうのを分かりやすくまとめてみました。で、ちなみに私、染島は両方実践済みでございます。で、今回の動画を見ることでですね、プロットを作るかどうかっていうのの判断材料になると思いますし、特にプロットを作るかどうか今まさに悩んでいる人、あとは執筆初心者の人なんかは必見の内容となっておりますんで、最後までご覧になってください。よろしくお願いします。では早速行ってみましょう。プロットを作る派のメリットということでお話ししていきますと、まあ、まず一つ、本文執筆で悩むことが減ります。まあ、要するに無駄な迷いをなくせるということですね。で、他にメリットなんですけれども、テーマや設定がブレにくくなるというメリットもあります。で、やっぱりプロットがあればテーマだったり設定っていうのを見返せますので、ちゃんと一貫してテーマや設定っていうのを覚えていることができますし、あとはその最初にプロットを書くことによってストーリーの全体像っていうのを把握できるというメリットもあります。そしてやっぱりシナリオのペース配分をプロットを組んだ方が計算しやすいです。で、起承転結の流れをですね、プロットの段階で組み立てることができますので、非常に洗練されたストーリーラインを組めるようになるかと思います。では次、デメリットなんですけれども、まずは、プロットの枠の中に縛られてしまいがちっていうのがあるかと思います。プロットに沿って執筆っていうのが基本になってきますので、これを窮屈に感じてしまう人っていうのも中にはいるかもしれないです。本文の途中で書きたい話が変わってくると、これもちょっと最初の時点でプロットを決めてると結構辛い部分があると思います。やっぱり 100% プロット通りに行く場合っていうのは少ないですし、細かい設定変更だったら途中で修正ができるんですけれども、まあ、一方でですね、途中で大幅な設定変更っていうのはなかなか大変なものがありますので、途中で書きたいものが変わっちゃったってなった場合には、プロットまで大幅な変更を迫られる場合っていうのもありますので、そうなると非常に手間がかかります。だからそういうことが多い人っていうのは、ちょっとプロットを作るっていうのはもしかしたら向かないかもしれないです。それからですね、プロットを書いて満足してしまうっていう人も中にはいます。要するに、そのプロットを書いて本文を書いてっていう一手間が増えてしまう分、本文に入るまでに気力を維持できないっていうパターンもありますので、そういう人はですね、プロットを書く時点で結構そのモチベーションが削られて、本文執筆のモチベーションっていうのがそもそも下がってしまうというようなデメリットも人によっては考えられます。では次、プロットを作らない派のメリット、デメリットなんですけれども、まずメリットはですね、やっぱり自由度が高いっていうのが一番かなと思います。で、途中でいくらでもね、プロットを作らなければシナリオを変えることができます。で、ジャンルを変えるくらいの大胆な変更っていうのも、プロットを作ってない場合には、それも可能になりやすいかなというふうに思います。突然こう思いついた、登場人物を新しく登場させてみたりとか、まあそういうこともね、
まあ、プロットを作らないで自由にやってると結構やりやすいのかなというふうに思います。なので執筆しながら、まあ、未知のワクワク感みたいなのが味わえるかもしれないです。で、あとは高いモチベーションで本文に入れるというのがあります。やっぱりその一番モチベーションの高い時っていうのは最初に物語を思いついた時なので、その最初の勢いのまま本文を書くことができるっていうのは、これはまた大きなメリットになってます。で、先ほども話した通り、間にプロットを挟んでしまうと、その分モチベーションの維持っていうのが大変になってくる場合というのもありますので、まあ、こういったメリットというのもあります。あとは、ストーリーを引き延ばししやすいっていうのも一つメリットなのかなというふうに思います。まあ、結末までのストーリーを決めてないので、いくらでも話を伸ばそうと思えば伸ばすことができるということで、まあ、このあたりはですね、超長期連載を目指す人、もう本当に本にしたら、ね、10巻以上超えるようなそんな超大作を書きたいっていう人にはもしかしたら魅力的かもしれないです。そして次、デメリットなんですけれども、このあたりは自分も経験したことになるんですけれども、こちらですね、本文執筆中に行き詰まりやすいというデメリットがあります。まあ、要するに自由度が高いことの裏返しになってくるんですけれども、やっぱり先の展開っていうのを考えながらその本文を執筆しないと、結構後になってからどうにもなくなって詰んでしまう場合っていうのがありますので、ある意味このプロットがある場合よりも非常に頭を使う書き方になります。まあ、自分もね、経験したっていうお話ありましたけれども、やっぱりプロットを書かないで作った場合っていうのは、ここが個人的には一番きつかった部分だったかなというふうに思います。あとはですね、内容やテーマがブレやすいっていうのもあります。まあ、その物語のテーマだけじゃなくて、あと登場人物の性格なんかも、やっぱり事前にこう記録残しておくものがなかったりすると、結構ブレてしまいがちかなというふうに思います。なので本文の執筆をしながらその都度見直していく必要があります。だからこのあたりも結構得意不得意が人によってあるのかなというふうに思います。そしてあとはですね、やっぱりプロで書くことを意識するんであれば、プロットの作成は必須になります。というのも、やっぱり担当編集というのが、まあ、プロになったらつきますので、で、担当編集と打ち合わせとかする場合には、基本的にプロットで打ち合わせをするということなので、やっぱりプロ志望の方だったら、事前にプロットを書くことに慣れておかないと結構厳しいかなというふうに思います。ということでですね、今回、プロットある場合とない場合のメリット、デメリットっていうのをそれぞれ解説していきました。ではここからね、まとめということでもう一回おさらいしていきますけれども、まずプロットありの場合のメリット、本文執筆で悩むことが減る、テーマや設定がブレにくい、シナリオのペース配分を計算しやすい、そしてデメリットがプロットの枠の中に縛られてしまいがち、本文の途中で書きたい話が変わると辛い、プロットを書いて満足してしまう人もいると、このあたりがプロットありのメリット、デメリットになります。ではプロットがない場合のメリット、デメリット、まずメリットは自由度が高いということ、それから高いモチベーションで本文に入れるということ、それからストーリーを引き延ばししやすいというところです。で、デメリットが本文執筆中に行き詰まりやすい、テーマや登場人物などがブレやすい、プロで書くならプロット作成必須ということで、ここがまあデメリットになります。このようにまとめていきましたけれども、本当に今回は主にですね、まあ、自分の経験談も含めますけれども、あとは創作仲間から聞いた話なんかも、今回の内容に盛り込んでいきました。で、まあ、それぞれ長所短所をまとめたわけなんですけれども、まあ、人によってはね、今回紹介した以外にもメリットデメリットを感じる部分っていうのは別にあると思いますんで、やっぱり前回もお話ししましたけれども、プロットある方がいいのかないの方がいいのかっていうのは、やっぱり一番は両方体験してみること、これがベストだと思います。まあ、私はですね、プロットを書くタイプなんですけれども、まあ、基本的にね、どっちを選ぶかは自由です。あるいは両方のね、いいところを取ってみるっていうのもありだと思います。まあ、例えばね、登場人物と結末だけプロットにするとか、そういったやり方もありなのかなというふうに思います。なので、まあ、自分に合ったね、プロットの作り方、使い方っていうのをいろいろ試してね、見つけてもらえばなというふうに思います。今回のね、内容も、参考になれば幸いでございます。ということで今回のお話以上になりますが、最後に宣伝をさせてください。私、小説サークル世界文気観測所で活動しております。あとは小説家になろうでですね、小説を無料で掲載しております。あとはツイキャスでですね、ウェブラジオを配信しております。
こちらはね、雑談メインの内容となっております。あとはノートを開設しております。こちらはですね、普段読んでいる漫画とか小説、あとはビジネス書なんかも入ってますけれども、そういった読書記録残してますんで、興味のある方は覗いてみてください。概要欄にね、こちらすべて URL 掲載しておきますんで、最後になりますが、当チャンネルの登録、いいねもぜひよろしくお願いします。ということで、今回のお話以上になります。どうもありがとうございました。